3月9日火曜日の乾燥情報をお伝えします。マップで見ていきますと、今日5段階あるランクのうち超カラカラのエリアがないですが、札幌、仙台、新潟では乾燥、また西東日本エリアでもやや乾燥というところが多くなっているような状況です。特に室内などにいらっしゃると空気の乾燥も感じられるかと思います。手を洗った後などのハンドケア、また加湿器などを利用するなど乾燥対策はしっかりと行うようにしてください。以上、乾燥情報をお伝えしていきました。